はい、どうも、お疲れ様です。10月19日朝6時の相場解説です。今週はね、かなり難易度が高いということが、週を送るに従って分かってきました。あの、それまではね、先週の段階では、結構テクニカルの聞きやすい材料の少ない週かなと思ったんですけども、あの、ボラティリティがね、ちょっと少なすぎて、これでは利益取っていけないよって形になりました。で、苦肉の策として、えー、1時間軸で勝負するところを15分に落としてね、 15分でロットを3倍ほどにしてやってみたらどうかっていう提案をさせてもらいましたけども、これはこれで難しいですからね。ですんで、トレードがねできない中でも、工夫すればこういう方法があるってことで覚えていただければと思います。皆さんにすぐ使ってくれとは言いませんけども、近い将来そういう風な突破方法もあるんだなっていうところで、せっかくね、こうやって相場開通させてもらいますんで、あの手この手をね、 まあ、紹介する、そんな時間にもさせてもらいます。通常は、だから今週は見てるしかないと思いますよ。うん、これはもうしょうがないです。ボラティリティがないわけですから、利益の取りようがないわけですよ。うん、ですねで、割り切ってね、あのー、たまに見に来るだけでいいですからあ、今週はちょっとチャンスがなかったなということで、まあ、有給休暇を取ったつもりで <laughs>、チャートを眺めていただければと思います。 ただし私はどんな時でも打つ手はないかなっていうふうに探し続ける探求と、あとその姿勢をね、皆さんにお見せする必要があると思いますので、こうやって、えー、いろんな角度から放送させてもらいます。その中で今日はね、149円の900に強い抵抗があるというふうに仮説をしながらお伝えしたいと思います。えー、線で引くと、このあたりですよ、まさに。ね。今、この冷やしを見ていただくと、ダブルトップみたいになってるでしょつまりここが抵抗なんですよ。 で、下の線を引くとすると、こういったところに引けると思いますので、この黄色い線で、えー、レンジが引けるかなってところですけども、上下がね、20ピップスぐらいしかないですから、レンジといっても、かなり利益の取りにくいレンジだってことですよ。はい。で、それが冷やしの見方です。次、4時間の方を見ていきますね。いや、4時間の方を見ると、うん、やっぱり天井がこの辺り、ね。 で150円にはねなかなかならないと思うんですよね、149円の9 0あたりで、この910というところに今、切り板ついてますけども、ここの抵抗が考えられるところかなと思いますよね。で、下の方を考えてみると、このあたりに下の線が引けるんですけども、ヒゲ先のことを考慮するとね、やっぱり私たちが見るのは、ここかなと。 でここってのはちょっとえぐれた状態のところっていう,ふうに判断した方がより正確に、えー、レンジってのが持てるかと思います。こっからこないだですね。でそうなるとだいたい一円幅になりますよね。これがね。うん、で一円幅のレンジでもいいんですけども、さらにこのヒゲをイレギュラーだと考えるとここの揃ったところがあります。でここに線を引くことになります。 そうするとここがね50ピップスもないレンジが見えてくるわけですよいずれにしてもこんな狭いレンジでは利益を取るのは非常に難しいんでだから時間軸を落としていくっていう作戦に出たわけですよねもちろん時間軸を15分にすることによって起きる弊害っていうのは結構あります例えば1時間に1回ぐらい見に来ないと15分足は制御できないってことなんで普段1時間軸で勝負してる人って3時間から4時間に1回見に来るっていうペースでしょ だから1時間でトレードができるんですけども15分でトレードしようと思うとちょっと忙しくなりますからね <laughs> 1時間ごとに見に来ても3本4本もうねローソク足ができちゃってますんでアクション遅れちゃうんですよねだから数時間に1回しか見に来ないとそういった忙しさがありますので張り付いていける方とかちょくちょく、あのー、1時間軸を通じての15分軸が見に来れる方に限っちゃいますねだから大抵の方はお休みってことになります はいじゃあ1時間を見て終わりにしていきましょう1時間軸ですけどもね、うん、昨日の反省はもうしませんけどもあの下落したものを利用して上昇圧力の部分を取っていくってことはまあねできたと思うんですよこういうふうにね、うん、これは W がフィンが強いとはちょっと違いますからね <laughs> でえっ、ー、とダブルトップはここの抵抗とここの抵抗で作られてるかなと まあトリプルトップをね見た時もあるんですけどもこれはもうダブルトップに今修正した方が良さそうですねつまりここを一つの、えー、と天井への突き上げっていう風に考えるわけですよで上に抜けても結局1 4 0円の920この辺りに抵抗があるんでちょっと間違えましたねすいませんこの辺りに抵抗がありますんでね150円のなんか到達は難しいんじゃないかなと思いますね で、今日どうするにやった話ですけども、いや、はっきり言ってこれだけボラティリが少ないと打つ手がないですよ。昨日と同じように、材料が入って材料の分だけ下にドーンと移ったら、復元する力で取っていくみたいなところはね、なくもないんですけども、中国もユーロも出てしまったんで、もう材料もないですしね。いや、参りました。あの、今日は特にこういった戦術がありますよっていうのを話する、ネタ切れの日でもありますね。<laughs> うん、ちょっとあの、なんかの動きがないと、打ちようがないですよ。 うん、これは。はい。ということで、ちょっと様子を見るってことになります。くじるの決断ですけどもね。様子を見るばっかりだったら、まあ、本当にやってもしょうがないんで、様子を見るってのはなるべく避けたかったんですけども、木曜日の今日に至っては、ちょっと様子を見ましょうってことになりますんで、あの、また動きがありましたらね、えー、解説しながら次の手を打っていきましょう。というのが本日の見立てでございます。それでは、また次回の更新でお会いしましょう。